はい、おはようございます。4日目の朝です。キャンプ場を越えて普賢岳がちょっと見えてる状態ですね。今から熊本城を目指します。GoPro 今回はちゃんと撮れてるかな。今回の旅行ですね、 GoPro の方が、まあ、不具合続きでですね今までちょっとろくに撮れてないんですよね。おー、いい風景だね。まあ、ダイジェストで写真が撮ってあるので、撮れなかった分ね、GoPro でね。雨降ったり、降らなかったりでね、雨雲がね、本当に30分ぐらいだけザーッと降るような雨雲が点々と流れてくるっていうような格好で、晴れたり雨になったり、雨になったり晴れになったりでね、だいぶわかんない状態だったんですね。で、それでオンオフ繰り返してたら、逆に今度はもう GoPro さんがね、フリーズしちゃって、で、この GoPro のセッションで、バッテリーが内蔵されてるから、電池抜いて強制リセットっていうような手が使えないんですよね。だからね、今日晩っていうか今日の朝までかかってやっとこれバッテリーが全部なくなって、やっと今フル充電が済んだので録画開始ですよ。何気ない道なんでしょうけどね、いい感じだ。今日はね、私にとってはこの旅のメインイベント、熊本城と阿蘇山ですよ。 GoPro がね、そこまでちゃんと持ってくれることを祈ってあ、いきますよ。いやー、いいなー。まあ、そんなこんなでね、熊本城まで行きますが、まあ、ちょっともうトリッパで行こうかなとかね、つけたり止めたりしているとかえってダメになるような気がするので、充電の関係で熊本城まで持たないかな。だったらまた熊本城の動画がねえんだけどしかしすごい道だね。何にもないんだけど、開けたいい道に出てきてますよ。釣りしてる釣り。昨日通った道です。いやー、いいところ通ってたな。すごいな。磯だったんだよ、磯。岩だよ、岩。ちょっと工事中ですけど、
ォトスポットがあるので、ちょっとフォトスポットで写真を撮っておく。超工事中。超工事中ですね。地震による道路段差ありだって。これからしばらく海沿いを走ります。あ、涼しい。不便だけだっけ、なんだっけ、そんなとこだよね。九州って感じだな。どんな感じなんだ分かってねえけどさ。いや、やっぱりね、あれだよね、見たことない感じだよね。まもなく熊本城、熊本城電池がどこまで持つのか分かりませんけどね。大渋滞してるな。でもね、道の表示そのものは渋滞の表示になってないんですよね。あと5キロぐらいで熊本城らしいんですけどね。まあね、熊本城はね、見させてもらうんですけど、まあ、当然復興中だと思うので、まあ、中には入ろうとはしませんというか、まあ、入ってる時間がないからなんですけど、それと、まあ、作業のね、邪魔になるような感じなんだったらもうちょっとやめとこうかなって感じです。ちょっとどういう状態になってるのかがいまいちよくわからないので、行ってみて決めるって感じですね。熊本城、おお。工事中です。閉鎖中です。
熊本城。地震被害のため立ち入り禁止。熊本城こんな状態です。